こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は木製の、材質の腕時計のですね、機械交換ですね。それについてちょっと、ご説明したいと思います。まあ、これからですけどね、ガラス外すの大変だったんですね。実はガラス外さないと機械出てこないですね。そういう関係で、木ですからね、あんまりこう、例えばこれガラスなんですよね。これ外したガラスなんですけど、こういうふうに、これもですね、温風機かけるわけにちょっといかないし、あんまりね。そうするとですね、ハンダごとここに当てがあってですね、少しずつだましだましだまし熱くして、して何回かやりましてね、して最後にこれメガネのあれですね、加工する時のレンズ加工する時のこれ接着剤、一応ねエポキシ系の接着剤これつけといて、そして固まらして、それからスポンと抜いたんですよね。それでなんとか取れまして、まあ、下手したらガラスちょっと割る可能性あるんでね、まあ、こういう、そして機械がこう、新しい機械がこういう、まあ、これちょっとバラせない機械ですね、ほとんどね、こういう感じですと。まあ、これちょっと機械交換して、そしてあと、まあ、リューズつけて、そしてあと最後にガラスを、これを、つけるっていう、そういう工程でございますので、まあ、どこかですね、こういうタイプでも、なんとか対応できる場合ありますので、ね、どうかよろしくお願い申し上げます。